どうだろう、最後に公演じゃないよ、配信してから1ヶ月経ったかな。懐かしいっていう気持ちこんなんだ、新しい初めて見るギフトいっぱいだ、ありがとうございます。新髪型、前髪、2way の前髪と髪色になってから初の公演と、そして今やってる配信も初配信で、なんか違和感しかないねこの11って何の11なの。かわいいくまちゃん、ありがとうございます。なんか直接見たりすると変じゃないけど、この配信画面で見ると、あ、なんか本当にバーコードの前髪すぎてやばい、大丈夫やっぱなんかね、この 2way の前髪あるだけで全然違う雰囲気、当たり前に変わってて、ショールームが11周年ってこと、すごっ、長っ、ありがとうございます、教えてくれて。11周年やば、ゴロゴロさんです、乙女シルクね、どうする、みんなみんなに会う、一方的にだけどみんな待ってるんだって、乙女とシルクおいしいでしょ よいしょ、今横になってました、ドメイちゃん久しぶりだねって、だっこやだな、次はシルク、次はシルクですか、美味しいの、ありがとう、ギフトありがとうございます、こんばんは、こんばんはシルク、シルク、シルクちゃん、あ、すごい、ファンクラブ限定の公演で、今日最後に終演後ステッカーサイン入り、メッセージ入りのステッカーを皆さんにプレゼントでした、私の当たった方大事にしてくださいあのステッカー初めて直接手に取ったかもし、でももしかしたらね、推しメンじゃないって思った方交換してそうまあね、欲しかった人たちに推しメンのねステッカー手元に来るのが一番幸せなことなのかな、まあ、まあまあまあ、その辺はあまり触れない方がいいね私そういう時多分ね、交換とか出せない気がする、友達いたら、まあその友達の中で推しメン同士だったら交換会するけど、知らない方と交換しないかもシルクちゃん見たいってほら、わかる、あの冬毛ですこの顔周りライオンさんです、皆さんスレッズでも言ってたんだけど、あのもう冬です
さだね、シロコちゃん。ここがね、もう出てきましたよ。ありがとう。想像以上でしょ。今なんか気持ち大きい、重く感じるもん、シルク。でも毛がもう抜ける、なんか早い、やばいでしょ。ライオンです。サマーカット、サマーカットじゃないね。あの普通にカットしたい、ちょうどいい長さ、生活しやすそうな毛の長さにしてあげたい。いつも毛づくろい大変そうだもん。舌がさ、あ、間に合ってない、長すぎて。かわいい。そんな姿もね、本人もいたって真剣なんだけどね。ギフト、かわいい、かわいい。かわいい。かわいい。ごめん。最近寂しがり屋なんだよね。冬だから恋しいのかな。そう、このゴロゴロがね、懐かしいよね。え、ちょっと違う。待って、もっと、一応スリーショット。違うか。あすごい。違う。もさもさです。ちょっと見ない間にこんだけ変わります、猫の毛。ね、ありがとう。やっぱ配信が久しぶりだとさ、わかるのかな、2匹もすごい近くに来てくれる。特にシルク珍しい。違う。ダメだ、毛がすご。これテーブル回したい。動いちゃダメだよ。黒い服で大丈夫？全然大丈夫ない。もうね、気にしたところでさ、ダメなの、切りないの、取れないの。服に毛がついてない、服ない。いっぱいコロコロするんだけどね、ダメ、中に繊維に入り込む。ねえ、丸。丸いの、丸いのあった。でもあとちょっとで終わりにしようかな。ぬいぐるみちゃんみたい。
危ない。すごいシロクが来てくれる、嬉しい。また次の配信はいつになるか分かりませんがまだ近いうちできるといいな。今年は絶対やるはず。でもシャッフル公演が終わるまではないかもしれない、配信さしてくださいね、これが最後の配信だったらちょっと寂しいね。良いお年はちょっと早すぎるね。シャッフル公演意外とね、12月入ったらすぐかな、割とね、もう取り掛かっているので楽しみにしててくださいは公演21かな、割とすぐ2日に1回ぐらいの公演があるんですけど、おしりさんの卒業公演もありますし、今月は早いな、寂しいな。ギフトありがとうございます。あと2回しかないの？え、21と卒業公演だけ？ 2 回？あと3、4回はあると思ってた、勝手に。そんなないんだ、やば、嘘でしょ、早すぎる、やば、21、24、やばい、早すぎ。じゃあ絶対いっぱい写真撮らないとね。みんなに見せてなかった、私ねたまごっちこれ買ったやつは大きいやつ、やばい、これ画面見えちゃう。でも聞いてほしい、これはいや何言っても言い訳になるわいやどこだいたいこのたまごっちたちって7時とかに起きるんですよ。夜はまあ成長の度合いによって寝る時間がだいぶ違うんですけど、もうね、最近の私の一日、お仕事の内容的に知ってる方はいると分かると思うんですけど、ボートレースの日だっけな、朝早くて、で意外と音大きいんでサウンドをゼロにして一応持ってってたんですよ。でも音が分からない、ないので、どういう状態なのか分からず、たまごっちの状態がね、その時ので、プラスそんなに休憩時間もなくずっとボートレースに集中してるし、たまごっちの存在、持ってきてた存在忘れてて、と思って見た時にはもうこれ忙しいね、忙しいとちょっとたまごっち難しいので、この経験をもうちょっとしたくないので、まだリセットしてない、だからあえてね、あえてこのままにしてるの。そう、つらい、そうなの。シッターもあるんですよ、たまごっち。その時間にならないと、起きてる時間にならないとシッターも呼べないので、
そうなの。確かにこれもシャッフル語やばすぎる。このたまごっちは悪魔バージョンです。本当は天使が欲しかったんだけど人気すぎて。ゾンビのたまごっちがいるんだよ。可愛いんだ。まだそれにはなってない。でもね、3、4回ぐらいもう結婚させて転生させてるんだよ。地味にね、4、5代目今。そう、シッタール、もうさ、今時のたまごっちすごい。私がやってたたまごっちと全然違いすぎて、進化しすぎてる。そう、ゾンビになるの。わあ、今生きてたらみんなに見せたかったな。すごい、クマちゃんいっぱい、ありがとう。リラックマンみたい。かわいい。腕時計みたいにつけれるやつ。え、そうそうなの。これ別のやつ買ったの。マメッチとかまだいます。います。私のこの子最後は、あ、出ました、セビレッチ。この子でした最後。これさ、見せすぎると止まっちゃうんだっけ、配信ゲーム。あれ、ちょっと待って待って、違う違う。この子でした。見えない。泣いてる。ごめんね。うん、セミレッチ。かわいい。のんびり屋。日数。7。ああ、セミと一緒だ。ごめんね。セビレッジ、そう、いつの時代、何代目の何世代なんだろう。わからない、そこまで。ゲストありがとうございます。久しぶりの15分テロップだ。あ、違った、あれ出た、あ、違うやつ、これイベントだった。へえ、今なんかやってるんだね。今日のね、公演ではだいぶ髪型はもちろんなんだけど、この髪型になってからメイクも変えてて、メイクも変わった。私どう、みんなの目には映ったかな。だいぶ変えた。あと泣き袋を描くとすごく変わるっていうことにも気づいて、ここ泣き袋ある子可愛いよねって小学校の頃すごい思ってた。仲いい友達がここにあって、めっちゃ可愛い。雰囲気がね、大人っぽくなってる。なんか前髪作ると私って結構童顔になっちゃうから迷ってたの、作るのずっと。でも 2A の前髪で薄めに作ったら幼く見えないなっていうことに気づいて、最近の流行ってるこの前髪ね。よかった、幼くなってない。雰囲気全然違う。よかった、可愛かった、変わった、ありがとう。でももうさ、終わってる。なんかお風呂入ってない人みたいな今。ちょっと嫌なんだけど。待って、超それに思えてきちゃった。もう終わろうかな配信。ちょっと待って、ちょっと嫌かもしれない。
やだー。これは最近の流行りの前髪なのでそういうわけじゃない、声終わりだし、こういう前髪です。やだね。ちなみにお風呂入ってますね、毎日ちゃんと。風呂キャン界隈ではないですね、私は。最近私がお風呂入るタイミングが乙女視力分かってるみたいでさ、そわそわしだすの。私が立つとお風呂場に向かって待ってるの、お水をくれって。すごいね。待ってるんだよね。確かに乙女ちゃんたちが風呂ちゃん、本当だよね。可愛い、愛おしい。可愛い。あら可愛い。でもたまには入ろうね。わあいいわ、待っていっぱい喋っちゃう、あと6分で終わっちゃう。今月はたくさんイベントがあって、今週来週もいっぱいやりますね。皆さんついてこれるかな。ついてこれる。今日発表されたラブサヤでのお仕事もありますし、すごいよね。でゆきさんとの高齢者イベントもありますし、公演はもちろんまだまだあり、あとは何が発表されてる？あ、そう CBC ラジオさんもあります。トークトークトークもあります。すごいですね。とってもすごいです。私が逆についていけてない情報、みんなの方がこうやってすぐ出してくれてる、ありがとうございます。そうトークトークトークも今日の11時59分までかな、確か見た気がする。プラスさっきポストもしたんですけど、ロイヤル、あれなんていうの、ドレスでいいのかな、ロイヤルドレスのグッズもあと数分で申し込みが終わってしまうので、 お忘れなくね。あの衣装かわいいよね。私がまさか赤の衣装を選ぶと思わなかった。ロイヤルトレカケース、ありがとうございます。それです。かわいい、とっても珍しく髪の毛を片方に寄せてより大人っぽくなってると思います。前髪もその時はないです。注文してくださった方は届くのを楽しみにしていてください、ね。なんか前よりいっぱい泣くの乙女、どうした、なんて言ってんの。あれ19日までだった、トークトークトーク、ありがとうございます。1日違いでした、ごめんなさい。忘れるより早くねやった方が安心するので。ギフトありがとうございます。守ったらまた来る。
よし、終わりにしよう。あ、ちょうどいい時間。トメ、トメちゃん、こっち。ランキングを読みます。1位本田シビック、2位カズヤッチ、3位むつみ、4位お父さん、5位ロクちゃん、6位眉毛怪人、7位ケババ、8位鍋和、9位チェンレン、10位カマーケン、11位シュン、12位シンタロウ、13位ヨダ。ありがとうございました。久しぶりの名前呼び。ちょうどいい。皆さんありがとうございました。ちょっと終わりなのに乙女は言っちゃったけど、はい、お姫様寝てます。ちょっと同化してるね、クッションと。なんか見せた。シャバちゃん、シャク、ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。バイバイ。また今度の配信で会いましょう。おやすみなさい。